1, 2, 1, 2, 3。信じたいわこの未来だ。世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。1, 2, 3, 4。ピース主題歌やってみました。シンプル簡単バージョンいかがですかね。こうなんかのテンションがね上がりますよ。もう元気になっちゃう。はい、パワフルに歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主にですね2番のところをショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、で最後ねエンディングのサビをしつけたということなんですけど、まずねこのガズレレバージョンで皆さん練習してみてください。で慣れてきたらこれ2番コード進行全く一緒で歌詞が違うだけなんですぐ取り組めると思います。まずはガズレレバージョンで練習しておいて慣れてい いただいたら、自分でノートとかに楽譜書いてですね、フルコーラス挑戦してみてください。はい、ひとまずガズレレの動画にはね歌詞とコードが出てますから練習スタート。まず最初のステップはですねガズレレの簡単バージョンと一緒に合わせられたらもう素晴らしいと思います。ここまででも結構ねグイグイいく感じがねキーポイントになると思うので難しいとは思うんですけど、やってみてください。一緒に合わせられるようになった方おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけどね。最初から歌と歌詞全部覚えているっていう、覚えるっていうのは難しいですから、最初は楽譜を見ながらね、楽譜見て何回も何回も練習しているうちに覚えちゃって、いずれは大空に向かってこの歌を歌う、こういうのがいいと思うんですね。覚えちゃって。はい。でもまずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズのノート。はい。はい。もう33冊目ですよ。はい。このノート、33冊目のノートに書いた、自分で書いたね、手書きのノート。これを参考にして、今歌ってきました。はい。
信じて、これ今日2枚にも当たってます、山盛りです。はい、これを見ながら今やったんですけど、もうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、その前に今これやってます、ガズクラブ。このガズクラブ皆さんにご紹介しましょう。毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた新時代を含むガズが手書きで今まで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、まあ、毎月5曲皆さんがこの曲やりたいな、この曲憧れの曲みたいなので選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていきますよという画期的なサービスなんです。そしてこのね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回、ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズオンが行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかという裏口のねミーティングをですね、みんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしているという、なんというかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから、何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのは、このね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさんラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄にすべてリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。新時代です、アドさんの曲で丸1。はい、さっきも言いましたけど、今日2枚にびっちり渡ってます。はい、見ていきましょう。ちょっとこのねイントロがですね、ここに書いてあるんですけど、結構長めなんですね。歌から始まります。新時代はこの未来と、ここ印象的、これ伸ばすって感じなんで、これ1,2,3,1 結構長めに伸ばすんですけど、こういう風に書くよりもなんかニュアンスで、その時の タイム感でいいと思うんですけど、一応参考までにこのコードを書いておきました。はい、伸ばしますって感じで伸ばしておいて、それでね、ちょっとここご注目なんですけど、ここに4つのブロックがあって、こうカッティングって書いてあるんですけど、ここね、これはかっこいいバージョンでここ4ブロックカッティングだけ入れます。でシンプル簡単バージョンはここからもういきなり ここのね Am の4ブロックいって、これ前奏のメロディーがあるんですね、イントロ、これを歌います。ちょっとこれ歌がないところだったんで、これ表記をちっちゃくしてますけど、これがワンブロックですからね、言っときますけど、なんでここは4ブロック4ブロック4ブロックで、要は資産12ブロックありますよということで、ここイントロの部分長いんですよ、結構ここご注目ですね。はい、見ておいてください。でここタタって書いてあるかっこいいバージョンで、ここにタタってこう決めみたいな止まるって感じで入れていきます。今こんな感じで写しておくので、皆さん、ノートを一時停止してメモってくださいと。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートをダウンロードしてデジタルデータでゲットしてもらうのすごく有効です。なぜかというとですね、ちょっとね、わかりやすく言うと、このガズのノートの特徴は、この言葉の上にこの V とかこの点があるでしょ、ここでリズムを測れるようになってるんですよ。はい、これここなんで、じゃあまものや、最初の A メロのとこ、じゃあまものやなものなんて消してと、じゃあ、この V が書いてあるでしょ、じゃあまものやなものなんて消して、この、みたいな、この伸ばすときに V があると、ここでリズムというかコードが変わるよ、拍が変わるよみたいな感じで分かりやすいです。あと歌詞カードには出てこない表現で、この伸ばすところ、このよととかで、じゃあまものとかね、これ、歌詞カードには出てこないんで、この辺が分かりやすいところでございます。ぜひ、ガズクラブでゲットもお願いします。時間ある方はこれね、この通りに書いてもらうのもおすすめです。まずここイントロから、まずイントロいけるかな、一時停止で、はい、一時停止ね。はい、じゃあ次 A メロ全部いきます。 A メロね、ここかっこいいバージョンで、ここシンコペーションって言って矢印マークついてるでしょ、ここでザンとちょっとつい、なんかこう前に食い込んでるリズム出てきましたよ。はい、そしてこの B メロなんです。ここが歌一番難しいとこですね。もう早口と音程の標高差がすごいんで、ここがキーポイントになるとこで、ここ注目、ここのワンブロックだけ下に A シャープってコードが書いてあります。これ上の段は簡単バージョンでは D マイナー、本当はこれ A シャープっていうコードがかっこいいんで、ここを弾いて、ここ
一瞬ただって止まるんですね、かっこいいバージョン。はい、これを参考にしておいてください。 B メロの一番最後で、ここ無音になってサビに突入です。ここサビ1ですね。でここにもこうシンコペーション矢印マークリズムがドーンと前食い込むよというのを書いてます。はい、これサビね前半の2行ですね。 OK、 そしたらこっちに行きます。はい、後半の2行、サビ後半の 2行ね。ここにも無音が入ったりします。でここ感想が入るんです。ここもねメロディーを言います。このメロディーが結構印象的なんでね、ぜひ覚えてもらいたいなと思うんですけど、ちょっとメロディーを覚えるの難しいですよね。僕もねいっぱい聞いて覚えました。でここで本当はここから2番が始まっていくんですけど、今回ガズレレショートカットバージョンではこう最後のサビをラストのサビということで入れていきましたと。でコード進行は一緒で歌詞がちょっと変わってきますね、1番のサビと。はい、で最後ここね、信じないだって無音で止まって、最後さっきの感想と同じメロディーを弾きつつ、最後にもう一回信じないだ止まって終わったと。そんな感じのガズレレアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。はい、赤く囲っているコードはかっこいいバージョンで出てくる。まずはひとまず隠しておきます。今映ってるこの7個のコードいっていきます。 CAmFDmD7G7Em7、 今のこの映ってる7個はガズレレでは本当にこれ入門コードで簡単コードだよということでご案内させていただいております。はい、これのグループ、ガズレレ必須コードのグループです。ここで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうものすごいいい動画撮ってます。ここにそのリンク貼っとくんで、この動画を見て10個のコードを楽しく覚えてください。今日はそのうちの7個出てくるということですので、よろしくお願いしますという感じでございます。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前にこの曲ね、やっぱ歌がですね、もうアドさんの曲はもう大体歌かっこいいんだけど、やっぱりちょっと難しい。特にねガズがね、やっぱ難しいなと思うの。最初の歌い出しもね、もちろんすごい難しいですよ。あの変えてしまえば、あのすごい不思議な音程とかね、あの辺もねかっこいいですよね。あと B メロですね。 Do wanna play real game ギリギリ綱渡りみたいな旋律、この辺の音程のこの差とか、どんどん押し寄せてくるスピード感にねもうやられますから。でもしっかり聞いてですね、一個一個確認しながらやるのがポイントになるんで、聞き込んで覚えちゃいました。それがですね一番の結局早道になると思います。聞き込んでいきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは1個だけ、1箇所だけコードが変わってきます。はい、この A シャープっていうコードがサビの前で出てきます。この A シャープはですね、ちょっとね難しいコードで有名ですけど、ちょっと一応ねレクチャーすると、押さえるとここと、ここと、ここと、ここなんですね。はい、でこうやって押さえてちょいちょいでもいいし、こうやって押さえてちょいちょいでもいいんですけど、とにかくこの A シャープってちょっとね一応解説すると長くなるんで、このコードのことをめちゃくちゃ濃厚解説してる動画概要欄に貼っとくんで、ちょっと A シャープもう一回今一度確認したい、どんな風に弾くのかよく分かんないという方は、ぜひ概要欄で A シャープの弾き方確認してください。ここだけですね、1回だけコードが変わってくるよということでございます。で今日はやっぱり弾き方がちょっとねキーポイントになると思います。最強出てくるリズムはこちら、8ビートのチャットシンコペーションとカッティング出てきます。はい、今映ってるこの3つの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれに濃厚解説レッスン動画がもうアップロードされておりますので、動画でですねその弾き方びっちりレッスンしていってみてください。8ビートのチャットというリズムはもうガズレレは基本中の基本なんで、ね、こんな感じ、今日みたいなこの疾走感なんか満載の曲にはねこれ欠かせないね、前のめりなビートを生み出すね素敵なリズムになってますので、ぜひマスターしてみてください。でね、今日カッティングっていう風に書いてあるんですけど、これはですね結構今日のは取り組みやすいんじゃないかなと思うので、後で解説していきます。でシンコペーション、これリズムがズコンと前にとん、飛び込んでくるよというやつで、ちょっとパートごとに今からちょっと解説していこうと思います。まずはですねイントロ歌い出しからなんですけど、ここはですね、ほんとゆっくり、もうボーカルメインでね、伸ばしてるだけなんで、新時代はこの未来だ、こんなゆったり歌ってもらって、で、リズムが入るところで、さっきシンプル簡単バージョンではちょっとやらなかったけど、カッティングで4ブロック弾こうと思います。ちょっとやってみますと、変えてしまえば、一番最後のとこね、変えてしまえば、このメロディーラインすごい独特ですね。この後、ワン、ツー、スリー、フォー、みたいに、まあ、Aマイナーに入る前にこの無音状態でカッティング、ただこう左手触っといてカッティングしながら、こうこれカッティングって言うんですよ。左手触れてるだけ弦に、で右手でチャッツ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 ッ、これもチャですけどね、はい、
8ビートのチャをカッティングして弾いていくっていう、こういう演出ですね。リズムだけが、走ってるという、そういうイメージですね。これかっこいいんで、ぜひやってみてください。で、イントロに入っていくんですけど、イントロずっとこう長くやって、一番最後にダーダーって感じでこう、止まるところがあるんで、その辺をちょっとね、テロップを見ながら、動画、デモ演奏を見てもらうとすぐわかると思うんで、この辺をちょっとね、チャレンジしてみてください。これでもう A メロはですね、もうひたすら疾走感満載でいくんですよ。で、A メロの一番最後のところで、シンコペーション。シンコペーションというか、このマークの、ね、リズムが前にズコーンと、食い込んでくるよというところが初めてこれ出てきます。ちょっとそこやってみると、じゃあ A メロのちょっと後半からやってみましょう。目を閉じればから、せーの、さん。目を閉じれば未来が開いて、いつまでも終わりが来ないよ、降りて。この歌を歌う、次ですよ。今の E7 でドーンとリズムが前に入ってきた。これがシンコペーションです。もう一回。この歌を歌うよ、ここで、ドーン。ここで E7 でリズムがドーンとくるシンコペーションやって、で、B メロの歌はすごい難しいんですよ、これがね。この辺のリズムは要確認ですね。で、最後のとこコードが変わって、A シャープというコードになります。B メロの一番最後、世界の声、さあ行くよ、ここへ、ダダ、止まる。もう一回、世界の声、さあ行くよ、止まりました。最後 A シャープのコードに先と変わっていますね。でそこからサビに、突入なんですけど、サビもシンコペーションが入っています。新時代はこの未来、今のこの未来だのところでリズムが食い込んでくる。新時代はこの未来だ、こんな感じですね。 ここのパートのところ全部シンコペーション入ってくるんで、ここ要注意ですよということですね。あとね、もうこのままずっと突き抜けるだけです。今日解説はもうめちゃシンプル、本当にこれだけです。本当これをね繰り返していくんですけど、やっぱキーポイントになるのはぐいぐい疾走感、力強い、もうパワフルに疾走感満載なんだけど、リズムが速くなってはいけないんで、その感じがやっぱりね独特のこのしっかりリズムキープをしていくというのが、今日の曲のキーポイントになると思います。あとはやっぱりね、なんか歌がやっぱりね一筋縄ではいかないと思いますんで、しっかり聞いてですね、この歌のね、歌の持つリズムもすごくこれ大事になるんですよ。特に A メロ、じゃあんなもの嫌なものなんて消してこの世の、このリズム、歌のリズムとこの8ビートのチャノン、このグリップ感がガッチリ合わさったところかっこいいんでね、そういうのを意識してですね、歌って弾いていくのがいいと思います。あと忘れちゃいけないのは、この曲の持つこの歌詞の世界、読んでくださいよ、歌詞も。あとはワンピースのその世界観、やっぱもう海賊ですから、もうルフィですから、もうやっぱり海賊王になるために、活動してるわけですから、やっぱそのね、もう気迫で演奏していく、この世界観を頭に描きながら演奏していくのが大事になるかなと思います。体を揺らして大きいスケールでいってみましょう。はい、ワンピースフィルムレッドの主題歌、アドさんの歌う新時代、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。新時代はこの未来だ、世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
だって新時代だ。せーの、ワンピースフィルムレッドの主題歌、アドさんが歌う新時代、ガゼレ流かっこいいバージョンやってみました。いいですね。こうあのね、キーポイントはこうすごく力強くてパワフルじゃないですか。だけど力入れちゃダメですよ。それとこれとは違う話ですからね。こう力は抜いていないと、あのああいう感じにはならないんでね。そこをこうあの力を抜くんだけど力強い表現をしていく、それがキーポイントになるかなというふうに思います。はい、これいっぱいあらゆる世代で楽しめる曲だと思いますので、じっくり取り組んで演奏していきましょう。最新のお知らせです、今年のですね1月7、8、9の3連休なんですけど、はい、これポップアップショップ、ジーラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております、ララポート湘南平塚店さんで行われます。ジーラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん、行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフも行きますんでね、いろんな質問をしていただいたりとかして、ぜひぜひ、体験してください。まずジーラボのウクレレ、ものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうというのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとね、まだね、第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあ、もう一回確認すると、7、8、9ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。ってガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもYouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとか、ね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますので、ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使っているこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。